これは拳。あ、拳ですね。赤拳とかって言うよね。あ、じゃあ赤い花が咲くんですね。うん、赤っつっても、はい、ちょっと、うん、紫がかった赤っていうか、はい、そういう感じの。まあ、剥がりが終わったんですね。そうです。拳は今ぐらいに剥がりをした方がいいんですか？うん、できればほら枝が太くなるもんだから、はい、剥がりをした方がいいですよね。これから剪定。そうです。そこは何をやってるんですか？ん、いやほら切りっぱなしでこういうのがあるから、うん、きれいに削り直しておかないと、はい、後で、うん、切り口の中が汚くなっちゃうからね、うん、図書をやって、はい、図書をやってこういう少ないこの木を 4,5 本ずつある木をさばいて、はい、それから今度黒松に入ろうと思ってるからさ、うん、もう大変なのよ。あ、この時期は忙しくなるんですね。そう、で、まあ、売ったものをね、うん、手入れを教えてくれってくれば、うん、それはほら私の歌い文句だから、うん、そのアフターケアはちゃんとするっていう、そういう歌い文句でやってる商売だからね、うん、晴れると今度暑くなるんだよ。結構太い針金で巻いていくんですね。うん、みんなに言うんだけど、はい、最初ね、種木を作る場合は、はい、銅線よりも乳無線の方が木が締まるの。うん、銅線だと戻るんですよ、いくらかね、はい、こうかけた後で、乳無線だとこうかけてこう形作るでしょ、はい、でその後戻らないの。うーん、だからこういうものを作るときは乳無線でやった方がいいよね。はい、
カットパスタ、うん、うん、何でも多めにやった方がいいよな。うん、少なめだとそのなんていうか日の暑さがさ、はい、そのまま もろにこの傷口にかかるからね。うん、そこも少し針金、うん、やっぱ拳も今ぐらいに針金をかけた方が一番ベストな時期なんですか。うん、そうだね、活動期にかける方がいいよね。はい、冬かけるっていう方法もあることあるんだけど、うん、冬だとやっぱり枝上がりしたりなんかするよね。今日のあんまり長くいろんなのさ針金かけしてるとさ、はい、手首が痛くなっちゃってさ、あ、腱鞘炎になっちゃって。そうですよね、うん、いくつも数たくさんありますもんね、うん、結構ポキっていかないですね、思いっきりいってもね、うん、冬場だといくよ。あ、うん、で今水分が入ってるから、そうそうそう、活動期だからね。そうは、処理しようかな。ああ、ここの。この。ここに傷があるんだろ。うん。で、本当はここで切りたいんだよ。だからここで切っちゃうと、ここに傷があるからさ。ああ、そうですね、うん。傷を任せる意味ではね、うん。これを走らせないと、傷まかないからね。はあ、本当微妙ですね。うん、内中絞らないといけない。たくさんもう矢島さんの中はありますけどね。何も考えないで手だけ動いてるだけで
んかでもなんか最近嬉しいなと思ったあの口なしの水漬けが、うん、海外で矢島さんの水漬けがやってくださってる方がいるっていうこととか、うん、なんか嬉しく思いますね、うん、影響力あるんだね。ありますよ、ね、もう他にも続々と、うん、多分 YouTube を通して、うん、矢島さんのそのやっていた方法、うん、皆さん海外で、うん、ねえ、まあ、世界で、うん、なんか嬉しいですよね、うん、モミジの種類ものってね少ないんだよ世間に。あ、そうなんですね、うん、あの出生蝶とかさ、うん、から獅子頭とか、うん、あの青源とかそういうものは結構世間にあるんだけど、うん、あの兄貴のところにあるようなものはね結構少ないんだよ、うん、じゃあおすすめですね、うん、小さいモミジもだいぶ減ってましたね。あ、そう、うん、取引かけて、あと俺もあの七五三、はい、なんか欲しいなと思ってたんだけどさ、うん、いらないところ、うん、忘れちゃうからさ。あ